令和4年11月3日、阿蘇中岳第一火口が突然噴火を起こし、負傷者が出たという想定で、16団体111名が参加し、阿蘇火山防災訓練が行われました。訓練会場となった国立阿蘇青少年交流の家では、負傷者の救助活動が行われ、救急や消防の隊員が連携して救助にあたりました。また、 陸上自衛隊のヘリコプターがグラウンドに着陸し、負傷者は麻生医療センターへ搬送されました。さらに、現地指揮本部が設けられた一宮総合運動公園では、自衛隊の装甲車と救急車で搬送された負傷者が救護所に到着し、医師らによりトリアージと応急手当が行われました。訓練終了後 訓練本部長の佐藤義興阿蘇市長が防災はすごく重要なもので今後もより密度の濃い防災対策、救助訓練を行っていきますと話し防災訓練を終了しました。